あー、じゃあ結構距離ありますね。歩かないとだめ。閉園時間なんですけど、思い切って走って、あとちょいで消えるみたいなんですけど、結構レアかも。じゃあ結構距離ありますね。歩かないとだめ。やばいですね。わかりました。ちょっと頑張っていきます。歩行者の方は横断歩道を使いなくてお渡りください。歩行者の方は横断歩道を使いなくてお渡りください。というわけでね、もうね、ルミナリエ閉園時間なんですけど、思い切って走って、あとちょいで消えるみたいなんですけど、結構レアかもしれない。はい、なんとかね、そのラストの閉園時間まで間に合ったんですけど、綺麗に消えるかと思いきや、パッとね、一気に消えたんで、ちょっとね、三宮まで歩いていこうかなと思います。はい、ね、すごい警備員の数ですけど、この時間になると、そんなにね、思ったほど人は、そうですね。はい、というわけでね、まあ、元町駅から三宮駅までね、続くこのルミナリエ、もう終わったんですけど、ちょっとね、歩いていこうかなと思います。で、終わっちゃうと、本当にただのなんかアーチ状の、そうですね、なんとも言えないですけど。撮ってる時なんか、まあ、分かるとは思うんですけど、宮殿の綺麗な宮殿になるんですけど、まあ今日はね、もう終わっちゃってちょっと寂しい感じで、
というわけでね、開催期間が12月6日から15日まで、月曜日、木曜日まで、月曜日から木曜までが18時から21時30分で、金曜日が18時から22時で、土曜日が15時から22時で、日曜日が17時から21時30分までやってますね。はい、というわけでね、今日はね、三宮、元町のね、ルミナリエ閉園前なのかな、に行ってきました。ちょうどね、ギリギリ間に合ったんで、まあこれで良かったかなと思います。綺麗に切れるのかなと思いきや、パッと切れたりとか、ちょっとね、意外なシーンもあったんですけど、まあね、こういう感じなんで、まあ本ちゃんのやつをね、見たいなと思う人は早めに来ちゃってください。それではね、今日の YouTube 終わります。それではまた。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。